この動画では全4回にわたりプロツールスカーボンを使っての楽曲制作を解説していきます。はい、プロツールスでスタジオレコーディング&アレンジ編ということで、まずレコーディングは音響ハウスさんというスタジオをお借りしています。今回はスタジオにカーボンを持ち込んで、自分のマイクとプラス何本かお借りしたマイクを利用してドラムとストリングスのレコーディングを行っていきます。ドラマーは元バンドメンバーでもある田中航にお願いしてあります。僕が所有している YD9000 というヤマハのドラムセットとシンバルやスネア類は田中航くんに持ち込んでもらいました。ドラムのセッティングがある程度終わったので、今度はマイキングに移ります。今回使用するマイクはこちらです。DW のやつですよね。この中でプラスチックのサイズを変わってマイキングが終わったら、今度はバスドラムから順番に録音レベルを設定していきます。同時にカーボンの DSP モードを利用してイコライザーやコンプレッサーでモニター用の音を調整していきます。順番に他の楽器も同様に行っていきます。サウンドを聞きながらチューニングやマイキングも調整していきます。ヘッドホンだけではなくスピーカーからも音を聞いて確認していきます。また気になるところをマイキングやチューニングで調整していきます。調整が終わったら一度テストプレイをしてもらいます。実際にドラム以外の音と混ぜた音を聞いてドラマに演奏の指示や確認を行っていきます。はい、うん、PQ だけちょっと一回そのままにはしたいから、ちょっと冒頭ぐらいだけ、あ、どうしようかな、一番マイキングや調整が終わったら本番の録音を開始します。いきます。演奏を聴きながらいい点や気になる点などを譜面にメモしていきます。OK、めっちゃいい感じです。続いてストリングスのレコーディングに移ります。使用したマイクはこちらになります。こちらもドラムの時と同様にサウンドを聞きながらマイキングを調整していきます。
マイキングやモニターの調整が終わったらレコーディング開始です。こちらも演奏を聞いて少し指示を出しています。皆さん初見演奏ですので、イメージに近づくように少しずつ修正をしていきます。僕自身も立ったり座ったり指揮棒を使ったり使わなかったりしながら、指揮の手法をちょっと変えて、サウンドをイメージに近づけていっている感じです。これでストリングスのレコーディングも完了したので、スタジオでのレコーディングは完了しました。本当はアレンジが全部終わってからレコーディングするのが普通なんですけれども、これからこのデータを持ち帰ってアレンジを進めていきたいと思います。こちらがレコーディングしてきたドラムとストリングスのデータになります。すでにテイク選びとエディットを終わらせていますので、ちょっと一回サウンドだけ聞いてみましょう。こちらがほとんどコンプレッサーとか EQ とかかかっていない、ほぼ素の音のデータになっています。でテイクなんですが、録音時からなんですけど、ドラムだったらドラムでこういうグループを組んでいまして、こういう感じですね、バスドラムから、例えばオーバーヘッド、ライドとかルームまで全部まとめた、グループに入れていまして、そうするとテイクをこう1個のところ選ぶと全部切り替わりますので、こういう感じでテイクの選びがしやすいようになっています。例えば、じゃあここの一番最初のこのテイクを使いたいってなった時は、ここをコピーして OK テイクを作ってここに貼り付ければ、このテイクが OK テイクのプレイリストに反映されるので、そういう風にしてテイク選びを行っています。はい。で、また一番最初頭の部分の、フェード処理だったりとか波形を切ったりだったりとか、あとはテイクちょいちょい途中で、変わってたりしますので、そういうところはつなぎ目でクロスフェードを入れてあげたりとかしています。で、自分の場合は、ドラムフロアタムだったらフロアタムで、使わない部分は音かぶりが気になってしまうので、鳴ってるところだけ、カットしています。同様にスネアも、この SD2 って書いてるスネアのサブスネアですねは、部分一部分でしか使われないので、そこ以外の部分はカットしています。はい。あと、クロスリムの部分が曲中であるんですけど、そういうところ結構音がちっちゃいので、自分の場合はこういう風に分けて、ここに直接、ボリュームがあるんですけど、ボリュームをやや上げています。ストリングスに関してもほぼ同様です。テイクをいろいろあるテイクから選んでいって OK テイクを作っていきます。で同じく間長く空いてるところとかありますので、そういうところは波形をカットしてフェード処理をするという感じになります。
はい、こちらでドラムとストリングスの、テイク選びとエディットが終わっていますので、こちらをまた、ちょっと一旦書き出して、ロジックの方でアレンジの続きをしていくので、書き出してロジックに移ってアレンジ作業をしていきたいかと思います。ドラムとストリングスのレコーディングに引き続き、今度はちょっとアレンジを進めていきたいと思います。一番最初のデモ作曲編の時に作っていたデモを元にさらにそこから膨らませていきたいと思います。ロジックで最初デモ作ってましたので、アレンジの続きも、ロジックでそのままやっていきたいかなと思います。クラビはデモの時から少し、変えて打ち込みもし直したので、ちょっとクラビだけ聞いてみようかと思います。こういう感じで少し、クラビも変更しました。ティンパニーハープの音もちょっと加えたので、そちらもちょっと聞いてみます。はい、こういうような音だったりとか、あとハープですね。ハープに関しては、ハンディハープという、アプリがありますので、鍵盤ではなくて、ハープのペダリングを実際に、入力して、iPad とか iPhone 上で、Bluetooth 接続で MIDI でつないで、演奏するような感じで入力していきました。あとはこういったループを少しドラムにプラスして付け加えました。こういう感じですね。あとはチェレスタを途中にちょっと入れてみました。はい、あとでプロツールスでミックスするので、余分なリバーブとか EQ とかコンプレッサーは今何も挟まってないような状態にしてあります。あとはこういったシーケンスの動くシンセサイザーの音も加えています。はい、打ち込みではこういうようなシンセサイザーのサウンドだったりとか、オーケストラ系のティンパニーやハープの音を少し付け加えたので、こちらをまた書き出してプロツールスにインポートしまして、あと他、ギターだったりとか、ボーカルだったりとか、そういったところを録音していきたいと思います。はい、で、ベースもレコーディングしましたので、実際にちょっと聞いてみようと思います。カーボンの前面のインストの方に直接入れて、間に何も挟まずに取った、素の音になります。はい、こういった感じで、ベースの方も録音しました。で、ベースも同じようにドラムとかストリングスとかと同じように、テイク選びを行いまして、こういう感じで、ベースの収録を終わりました。はい、続いてギターを取っていきましたので、ギターもちょっと聴いてみようと思います。こういうようなカッティング系のフレーズだったりとか、途中にまあ、こういうアルペジオ系のフレーズだったりとか、あとはサビのところは結構音圧感を増したかったので、ギターいくつか重ねてます。結構全体的に、楽曲の感じをこうわちゃわちゃしたというか、ちょっと、まあ、おもちゃ箱的な感じの曲にしたかったので、結構いろんなフレーズが絡み合ってくるような、場所になってます。まずこういうクランチで、こういうギターを2つ入れてます。片方のギターはこういう風に、オートメーションで和を書いています。はい、それとサビの音圧感を、増すために、パワーコードで、今度こちらハムの、ES335 かなのギターで、2本パワーコードで、ギターを入れています。
この辺りの帯域が出てくると結構音圧感が増すので、結構サビでパワーコードを入れるのは有効だと思います。あとは、結構曲中でガーッと激しくなるところがあるんですけど、そこに、ベリンガーのスーパーファズっていう、ファズをかませた、ギターを2本収録しています。まあ、こういう感じですね。音圧感が欲しいギターに関しては、ハムピックアップを使った、ギターで収録することが、まあ、多いかなと思います。あとはこういったフレーズだったりとか、まあ、こういう感じでギターも結構本数重ねて録音していきました。あとアレンジとしては FX を結構非常に多く使ったので、こういう感じで、いくつも音が並んでるんですけれども、まあ、効果音的なものだったりシンバルの音だったりとかスイープ音だったりとかを入れています。いくつか聞いてみます。途中の部分は完全に生ドラムとエレクトロのこう融合的な感じな部分があるので、そこは結構リズムの部分も入れてるところがあります。こういう感じですね。いくつかループを重ねて使ったり切り張りしたりすることが結構多いです。あとドラムの、スネアの音に、こういう感じの音をプラスしています。もともとのスネアの音だけだとこういう感じなんですけど、これに重ねて、まあ、下の帯域を少し足すようなイメージですね。で、これが、まあ、通常だとトリガーっていうソフトを使ったりとかして、ドラムのスネアの音とかバスドラムの音とかを音足してあげることが多いんですけど、今回は、プロツールスの、機能としてあるこの右クリックをしてオーディオを右としてコピーをしたものをこちらに貼り付けて、このパーカッシブっていう検出方法を使ってこういう感じで、ミディ化して、でこれがベロシティとかも勝手に、自動的についてくれるので、これに、他のドラムの音源を当てたような感じになります。これがかなり、検出が優秀だったので、まあ、ほとんど調整しないままこのまま、サンプラーで他の、音をプラスしている感じになります。もう一箇所さらに、まあ、ドラムのソロ的な部分ではこういう音もプラスしています。なのでここではこういう感じで、まあ4種類というかスネアトップボトムとオーディオミディの機能を使ってプラスしたもの2つを加えて計4つスネアの音色になっているような状態ですね。かなりこのオーディオミディとしてコピーの機能がかなり便利だったので、これからも多分使うこと結構多いかなと思います。はい、これで全体のアレンジまで全部終わりましたので、次回いよいよミックスとマスタリング、あと配信をしていきたいと思います。